聖書を拝読します。フィリピ4の8から9までです。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他毒と言われること、勝者に値することがあるならば、そのようなことを心に留めなさい。あなた方が私から学び受け聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。アーメン。金の光聖歌台の賛美の後、イミギョン牧師が肉の欠如5回目のメッセージを取り次ぎます。今日は肉の欠如5回目です。これまで聞いたメッセージを通して自分を発見して、一つでも多く直そうと努力してきたでしょうか。御霊の歩みに入り、全く聖なるものとされたいと思う生徒の皆さんが漢字になるために満たすべきところを発見できるように、肉の欠如を伝えています。人が見て聞いて学んだ知識や漢字経験、実際にやってみる体験などが欠けていて、肉の欠如が生じます。日常的な教養をはじめ、他人の心と感情に対しての共感能力が欠けている場合もあります。こういう場合は相手に対する理解力が欠けていて、愛することも愛されることも難しいので、自分の限界内で他人を裁いたり罪に定める場合があります。他人の心と感情に対する共感能力が欠けているから、自分だけ正しいと思い、自分の基準を持って線を決めてしまい、相手を理解できないことがあります。それで善悪の判断力、真理を行えれる意志力と自制力、行動力が欠けているのです。前回は日常生活でよく見つけられる欠如の姿を例を挙げて説明しました。情緒と思考の欠如、会話のマナーの欠如、態度や行動方式の欠如など、いろいろな分野で発見できます。前回は会話のマナーについて調べてみました。最近は会って話すこと以外にも、スマホのメールとかチャットでよくコミュニケーションをします。しかしグループチャットなどで相手に対する配慮が足りなくて、話の流れが切れたり内容に集中できない場合もあります。私はこのメッセージを準備しながら、肉の欠如がなくなるためには相手に対する犠牲と使え配慮が必要なんだと思いました。会話中に相手に断らないで電話に出たり、携帯メールを確認することがあります。学校で生徒が授業に集中できるように、スマホの使用を禁止したりもします。映画館に行けば周りの人に迷惑にならないように、スマホをマナーモードやミュートにすることにします。電車やバスの中で、または公の場で大声で話をしたり電話をしたりして、周りに迷惑をかけるケースもあります。これもマナー違反です。目上の人と話をするなら、スマホの電源を切っておいたり、マナーモードにした方がいいでしょう。自分より立場の上の人と、上司とか年上の人と話をするとき、そうした方がいいと思います。そして相手に了解を求めてから電話に出た方が、それが教養とマナーだと言えるでしょう。何か急用があるとき、電源を入れておいたとしても、相手に何も言わないで電話のメールを確認したりすれば、それは相手を尊重していないということでしょう。人との関係で欠けている姿が、神様に対しても礼儀に反する行いとして出てくるのです。
普段から欠如があるから、神様の前に無礼なことをしても自分はわからないのです。礼拝時間には神様の前に捧げることだから、スマホの電源を切っておいたり、礼拝に邪魔にならないようにしなければなりません。神様の前に礼拝をするから、さらに心を込めて霊と誠によって礼拝しなければなりません。祈る時も、大勢の人が集まって祈る時は気をつけなければなりません。狭い空間で一人だけ両手を上げて祈ったり、声を張り上げたり、怒鳴るような大声で祈ることも周りに迷惑になるのです。声を出しても綺麗な声で祈れるでしょう。周りで聞いても綺麗な声で、また明瞭な言葉で祈らなければなりません。互いに挨拶をするときは、正しい姿勢とはっきりした声で挨拶しているでしょうか。相手に聞こえるような挨拶、聞こえるように挨拶すべきであって、照れたように口ごもったり、頭を下げてないような感じなら、挨拶とも言えないでしょう。それは相手を無視することでかもしれません。相手が子供でも、もっと温かく優しくしてあげて恵みを与えなければなりません。反対にあまりにも頭を深く下げて、ペコペコするように挨拶することも気をつけなければなりません。それは、へつらうように見えるかもしれないからです。人の家や事務室に電話をかけて、先に自分の名前を言わないで、あれこれ聞いたり、自分の要件だけずっと話すこともマナーから外れています。公式の場に立つときは、話しながらひどく顔をしかめたり、頭や顔にしきりに手が行く習慣なども、直した方がいいでしょう。祈り時、しょっちゅう頭に手が行って、髪の毛を触ったり、鼻とか口元を触ったりする人がいます。すると、祈りに集中できないのです。自分なりに祈っているつもりでも、自分が祈っている時、手がよく髪の毛に行ったりするのではないか、顧みなければなりません。両手を合わせて祈れば姿勢が乱れないでしょう。しかし祈っている途中、鼻とか口元を触ったり、目を開けて周りを見たりするなら、それは集中して祈っていない姿でしょう。自分の姿に直すべきところがあるなら、周りの人に聞いた方がいいと思います。自分には気づかないところもあるからです。人を指摘したり、なんでこうなのかときつく言うのではなくて、自分を顧みて、自分が直すべきところがあるなら、謙遜な姿で相手に聞いてみた方がいいでしょう。すると変えられようと努力している姿でしょう。しかし指摘されたのに全然直さないし、同じような姿のままならどうでしょう。周りの人はどう思うでしょうか。私たちは些細なことでもさらに完全な姿になるために直そうと努力しなければなりません。神様の子供らしく生き方をしなければなりません。座る姿や歩き方なども乱れないようにきちんとするようにしなければなりません。20代、30代の若い時は気づきませんが、40、50代と年を取るほど、その影響が現れるのです。骨盤が歪んだり、背骨が曲がったり、痛みが伴ったりします。若い時から足を組んで座ったりすると、骨盤が歪んだりすることがあります。座る姿、歩き方などがきちんとしないで乱れていることも直さなければなりません。そして、道を歩く時や、公共のところを歩く時、どんどん音を立てて歩いたり、
靴を引きずるように歩くこともあります。小さいことだからといって、やり過ごすのではなくて、直さなければなりません。ドアや引き出しを閉めるとき、大きい音を立てたり、足で蹴って閉めることも、主の花嫁として完全な姿ではありません。ドアを閉めるときも、そっと閉めるべきでしょう。乱暴に閉めるなら、どんと音がするのです。そして、風が強くて、ドアが閉まってしまったと言いながら、言い訳をするのではなくて、普段から、ドアを閉めるとき、そっとするならいいでしょう。物を注意して扱わないで、乱暴に使って、よく壊してしまう場合もあります。物を握るときも、しっかり握らないで落としてしまう場合もあります。こういうとき、手に力がないとか言い訳をする人もいます。でも、気をつけて注意して、落ちないようにしっかり握ったら運ぶときもいいでしょう。食事をするとき、箸で取るときもそうです。落とさないように気をつけなければならないでしょう。しかし、子供のときからそういう習慣が身についていなくて、落としてしまったり、よくこぼしたりする場合があるなら、指に力がないとか言い訳をするのですが、そういうところも直した方がいいではありませんか。落ち着いて行動しないで、すぐぶつけたり転ぶこともあります。お年寄りは気をつけて歩いた方がいいですよ。階段を降りたりするときは、必ず手すりをつかんで登ったり降りた方がいいでしょう。女性の方の場合は、ヒールのある靴を履いたとき、引っかかったり転んだりしないように気をつけてください。貧乏ゆすりをしたり、爪を噛むことも、そういう習慣も直す方がいいでしょう。良くない習慣は直した方がいいでしょう。それが罪とか悪ではなくても、肉の欠如があれば、さらに、御霊の歩みに深く入ることができなくなる場合があります。自分の利益を求めるのではなくて、相手の利益を求めてこそ御霊の歩みに入れるのです。ですから、すべての場面や時にふさわしい言葉と行動が必要です。時と場所にふさわしい服装も整えなければなりません。世にはドレスコードという言葉があります。時間や場所、場面にふさわしいとされる服装です。ゴルフに行くならゴルフ服を着なければならないし、水泳に行くなら水着を着なければなりません。結婚式にふさわしい服装があり、お葬式にふさわしい服装があります。世の人なら、お葬式に行くとき、黒い服を着ますが、クリスチャンなら明るい服を着るでしょう。でも明るいと言うからといって、原色やカラフルな色ではなくて、麻布を意味する白い服の方がいいと思います。あるレストランは、格式に合わない清掃の姿でなければ入れないところもあります。それぞれの場面や場所にふさわしい服装を整えることも礼儀でしょう。神様の前に礼拝をするときは当然、それにふさわしい服装でなければなりません。創造主の神様の前に礼拝を捧げる時だから、心と思いを尽くして、前もって、清潔にした服を用意して おかなければなりません。冬礼拝を捧げる時は、分厚いコートを着たままではなく、礼拝堂に入ったなら、脱いだ方が礼儀でしょう。知り合いの家を訪問するときも、街灯を脱ぐのではありませんか。私たちは世と離れて生きるのではなくて、共に生きていなければなりません。それで、
場所や場面に合うふさわしい、場面にふさわしい服装も必要です。でもって、第一でもって、2の9から10です。同じように女も慎ましい身なりで、控えめに包み深く身を飾り、派手な髪の形とか、金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ、神を敬うと言っている女にふさわしく良い行いを自分の飾りとしなさいとあります。教会で人と比べてもっと派手にかっこよく着ようとするのではありません。派手な髪の型とか、金や真珠や高価な衣服によってではなくと言われました。贅沢をしたり派手にするのではないのです。周りの人に妬まれるようなことがあってはいけません。むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく良い行いを自分の飾りとしなさいとあります。高い服や新しい服を着なさいという意味ではありません。神の子供らしく端正で清潔感のある服を着た方がいいでしょう。夏場にはシャワーをしなくて匂いがすることはないようにしなければなりません。シャワーしないで匂いがしたり汚いのも恥ずかしいことでしょう。反対に香水や化粧品の匂いがきつすぎるのも他の人に失礼になります。服装も相手が不愉快に感じたり異性を惑わすような服装は慎んだ方がいいでしょう。神の人として品位を持ってきちんとした服装と言葉と行動に気をつけなければならないでしょう。子供の時、道会上先生がこう言われたことがあります。前にボタンがある服は着ないように女の子だからと言われたことがあります。また、背中にボタンがあるワンピースとかも着ないように言われたことがあります。子供の時はただお父さんがそう言うから着なかったのですが、大人になってからなぜそう言われたのか分かりました。そんなことがなければいいのですが、世の中で多くの人には情欲があって歓迎したい心がありますね。それでもし上から下までボタンがあるワンピースとか着ている女性を見るなら、そのボタンを外してみるみたいとか思う人もいるではありませんか。だからそんなことがないように、できるだけ子供の時からきちんとした服装、端正で清潔感のあるものを着た方がいいと思い、道会先生がそのように教育してくださったことに感謝しています。中が透けて見える服とか、体の肌がたくさん見える服とかでなければ、体のラインが強調されるような服装をして、異性がそれを見て、情欲を抱いたり、抱くようにするような、その服装もありますが、神の子供ならば、そういうところも気をつけなければならないでしょう。周りの人が罪を犯さないようにすることも必要だと思います。この他にも、食事マナーもあります。人が食事をする場所でも、いろいろな肉の欠如が発見できます。小さい時から食事のマナーをちゃんときちんと学べば、大人になっても苦労しないのですが、習慣になっていなかったら、大人になって直そうとしても簡単ではありません。食べ物が口の周りについていることや、テーブルや服にこぼすこともあります。食事をするとき、しょっちゅう食べ物が口の周りについている人もいます。また音を立てながら食事をする人もいます。何か口の周りについたら、ウェットティッシュやティッシュで拭く習慣を持ったらいいと思います。また自分のお皿だとしても汚したり、他の人が見て恥ずかしいほどなら、これも完全な姿とは言えないでしょう。韓国の食事文化の中では鍋がよくあります。
同じ鍋にいろんな人が、鍋をいろんな人が一緒に食べるとき、自分のスプーンや箸で具を取る場合があります。私は子供のとき、例えばアイスを食べるとき、友達が一口ちょうだいと言う場合、もちろんやるのですが、でも、アイスを丸ごと友達にやります。友達が一口食べてからまたそれを自分が食べることはしませんでした。なぜかそうでした。子供の時から。最近はコロナの影響もあって、そういうことに気をつけているようです。全体的な雰囲気が。それで食事をするときも鍋を食べるときもそれぞれの取り皿があって、また取り分け箸とかスプーンもあって、分けて取り分けて食べてますね。ある人は自分のスプーンをきれいにするからといって、一緒に食事をしている場所なのに自分そのスプーンを口で舐めたりする場合もありますが、それも見ている人側ではあまり愉快ではないでしょう。また一度口に入れたその箸の先を料理に触れさせたりすることがあると、それも周りの人に迷惑になることもあるかもしれません。料理を取り分ける時も取り分けスプーンを外側から内側の方にすくった方がいいと思います。すると、お皿を汚さないでしょう。女性の場合、教会の生徒の間で口紅を借りる場合があるみたいですが、私はそういう場合は申し訳ないですが、それは同じものを使いたくありませんと私は断る場合もあります。道会女先生はこのように細やかに私たちが直すべきところを教えてくださいました。肉の欠如のメッセージは、道会女先生が日常生活で私たちに欠けているところ、直すべきところがたくさんあります。私はこれを今もう一度整理して伝えているのですが、道会女先生の元のメッセージを聞いてほしいです。道会女先生はいつも人に迷惑をかけないで、いつもきちんとして清潔なそういう生活をしてきました。食事をするときもお皿も器もスプーンも箸もいつもきれいに使いました。また一つのお皿に盛ったおかずをみんなで食べるときも、それを取るとき、一度で取ってきれいにな状態でしておきます。しかし、ある人はそうではなくて、あるおかずを自分の箸で取ったり戻したり、中の具を選んだりする場合があるのですが、それも良くない習慣でしょう。一回で取って、きれいな状態をキープした方がいいのですが、そうではなくて、自分の好きな具を選ぶからか、取ったり戻したりするんですけれども、それも良くないでしょう。また食べ物を頬張って話したり笑ったりして、口の外に飛ぶ場合もあります。食事をするときは、話は自制した方がいいし、話をするときは、口の中のものを飲み込んでからした方がいいでしょう。何人かと一緒に食事をするとき、みんなの食べるペースに合わせないで、一人だけあまりにも早く食べたり遅く食べたりする場合があります。5人で食事をするなら食べる速さを合わせた方がいいでしょう。でも一人だけ早く食べ終わったら、他の4人は気を使いますね。反対に、4人は食べ終わったのに1人だけまだ食べているなら、それも困るでしょう。隣の人が食べ終わってスマホをいじったりしていると、
まだ食べていない人は気を使うではありませんか。ですから、みんなで互いに配慮して速さを合わせた方がいいと思います。国によっても食事のマナーが違う場合があります。それも知って、その国に行ったらそれに合わせた方がいいと思います。ある国では手で食事をする場合もあります。ならその国に行って一緒に食事をするなら、その国の文化に合わせて自分も手で食べてもいいと思います。それが礼儀であり、相手に配慮する姿でしょう。余裕を持って食事を楽しんでいる人々がいるのですが、その中で早くと言いながら従業員を忙しくすることがあってはいけません。韓国の人がよくそうするのですが、何でも早く早くなのです。または外国で日傘を差している人を見ていると韓国人がほとんどだそうです。ヨーロッパの人々は日差しを楽しんだりするのですね。でなければ帽子をかぶったりするのですが、日傘を差している人を見ると韓国人の場合もよくあるそうです。それが問題になるという意味ではありませんが、その国に行ったらその国の文化とかマナーを知って、それに合わせた方もいいでしょう。それもエチケットと言えるでしょう。このように、それが大きい問題にならなくても、それぞれの国に配慮して、また尊重する気持ちが大事だと思います。みんなで分けて食べるように出されたおかずを自分の足でつまんだり、口に合うおかずだけ自分で全部食べてしまうことも良くないと思います。自分でお金を払うからと言うかもしれませんが、みんなで分けて食べるときは、周りの人に配慮した方がいいでしょう。自分だけ美味しいものをたくさん取って食べてしまうなら、周りの人への配慮が足りない姿ではありませんか。私の周りにダイエットをする人もいて、小食をする人もいました。それでみんなで食事をするときは、相手のペースに合わせて食事をしたらいいのですが、ある人はダイエットをすると言いながら、少しだけ食べて、他の人はみんな食べているのに自分は他のことをしているのです。ですから、そういう時も、相手の食べる速さに合わせたり、気をつけた方がいいのではないかと思いました。ですから、相手への配慮が足りなかったり、また自分中心になってしまい、自分がやりたいことをやったり、言いたいことを言ってしまう、そういうことも肉の欠如になるのです。目上の人と食事をしていて、休養があるからといって、断りもなく先に席を外すことも欠如です。もしトイレに行くなら、ちょっと失礼しますと言ってから出て行った方がいいのでしょう。黙って出て行ってしまうと、それも無礼でしょう。目上の人の前ではさらにそうでしょう。目上の人が目上の人をおもてなしするときもそうです。また目上の人も下の人の心を調べてみて、それに合わせて無礼なことがないようにした方がいいでしょう。人とのマナーも大切ですが、神様との関係も大切です。礼拝するときは祈祷信条から始まって、祝祷や主の祈りで全体を神様に捧げなければなりません。多くの人が礼拝を捧げているから、自分の姿はあまり目立たないかもと思うかもしれません。しかし神様は炎のような御目で、たくさんの人の中でも一人一人をご覧になり、それぞれの心の香りを受けておられます。
世で上司と面会するときは、携帯をいじることはあってはいけないでしょう。また話をしている途中で何も言わないで席を立つことはマナー違反ではありませんか。無礼なことでしょう。神様の前はなおさらでしょう。礼拝に遅刻したり、主の祈りや祝祷で礼拝が終わる前に出て行ってしまうことも大きな無礼です。少なくとも10分前には来て、心を整えて祈りながら礼拝に備えなければならないでしょう。神様の前に捧げる礼拝を礼と誠によって捧げないで、約束の時間も守っていないのに、神様の前で健康になるようにとか、祝福をくださいとか祈るなら答えてくださるでしょうか。特に礼拝時間に居眠りしたり、雑念にふけたり、隣の人と雑談をしたり、何かを食べることも神様の前に申し訳ないことでしょう。礼拝時間にずっと居眠りしたり、また雑念にふけていて、早く終わらないのかとか、サッカーの試合があるのにとか、野球の試合があるのにとか、他のことを考えているなら、それは神様の前に礼と誠によって捧げたのではないでしょう。本当にプレイなことで神様を恐れない姿でしょう。お金を稼ぐことより、また自分が好きな何かを見に行くより、人と会う約束を考えるより、礼拝時間には神様の前で神様を崇め、心を集中させなければなりません。このくらいは大丈夫だろうと思ってはいけません。目に見えるところも直せないなら、どうして関節と骨髄の分かれ目さえ深く染み込んでいる罪を捨てることができるでしょうか。小さい習慣でも気をつけて直していきましょう。それで主の美しい花嫁の姿に変えられていきましょう。先ほどスマホの話をしたのですが、何かで一緒に集まって会議をしたり面会をするとき、皆さん、携帯は電源を切ってくださいとか、見ないでくださいと言っても、こっそり見たり、いじったりする人がいるのですが、すると、その集まり全体の雰囲気が良くないし、集中できなくなってしまうでしょう。ある宣教会の集まりに行ったのですが、その宣教会の人が司会をしながら、皆さん、今スマホの電源を切ってくださいと、マナーモードにしてくださいとお知らせをするのを見ていいなと思いました。そして教会で何か集まりがあるのに、ある人が黙って出ていて、電話に出て帰ってきたり、その後また他の人が黙って出ていて、メールを見てきたりする場合があるなら、その集まりの全体的な雰囲気が乱れるではありませんか。そしてその集まりをリードしている人にも失礼なことではありませんか。そしてみんなが知っておくべき重要なお知らせを言ったのに、それを聞けなかったりすることがあったりします。ですから、そういう集まりにはスマホをミュートにしたり、マナーモードにしたりして、迷惑をかけないようにした方がいいと思います。互いに配慮してマナーを守ったら、さらに主の花嫁としての姿としても、また生徒の姿でも神の子供らしくなるでしょう。今日のメッセージを聞いて、皆さんは自分は普段どんな姿なのか変わりますよね。あの人はこうだとか、この人はこうだとか言うのではなくて、自分のことだと思って自分を変えてみて、些細なことでも変えてみますように。それでいつも自分の利益ではなく相手の利益を求めていく、
皆さんになりますように、聞いたメッセージを思い出して一緒に祈りましょう。父なる神様、感謝いたします。肉の欠如5回目のメッセージを伝えました。神の子供として、主の花嫁として、自分にはどんなどころか欠けているのか顧みますように、日常生活で、また信仰生活をするとき、約束を守らないとか、相手に配慮が足りなくて迷惑をかけたり、自己中心的とか自分の利益をまとめる姿があるなら、変えられるようにしてください。自分の欠けているところを直していくように、些細なことでも気をつけて心を変えさせていくようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。